ホームズにこれらの事件解明を手伝ってもらいたくなるほど、このツールは全く素晴らしい。このアイコンを選択すると、君は手帳を手帳にすることができる。この手帳はきっと最大の武器になるだろう。捜査したいと思う名称と場所の後を追って手帳を使用する。探索すべき問題の人間、あるいは場所を決めたら、まず手帳を開き、適切な名称を選択し、次に馬と乗り物を選ぶ。ベーカーストリートの連中は事件解明には非常に重要であるので、君の手帳に入れておいたよ。これで君はロンドンの住所録を手にすることができる。この中に尋問すべき誰かを発見するはずである。住所録は君の手帳を整理してくれる。この中の人名か場所を一つだけ選択して、すぐに検索できるように手帳に移動させる。まず目的地を選択してから、次に馬と乗り物を選択し、別の道を行くこともできる。ロンドンという街はあまりきれいな街ではないことを皆さんはご存知でしょうか。建物を覆っているすすの下には400万の魂が生き残ろうと寄り集まっています。ありがたいことに、我々にはロンドンタイムズといういろいろな事件を偏見のない目で捉え、カミソリのように鋭い正確さで情報を与えてくれる新聞があります。この出版社は私たちの調査に評価できないほど情報提供してくれています。我々の事件を援助してくれるグループがあります。その一つ目のグループは、若いゴロツキたちの中の社会のクズと思われている人々の集まりです。不作法者たちかもしれないが、法の上では正義の法の味方である彼らをバカ者扱いはしないでもらいたいと思います。彼らはどこにでも行って、あらゆるものを見て何でも情報を聞き集めてくる。彼らは私の調査をできる限り手伝ってくれる頼もしい情報屋でもあります。もう一つのグループはかなり社会的に選ばれた人物や教会であり、彼らはとても私の仕事に使い物になる人々で、調査の初めにこのうちの誰かがデータを売る前に理論を立てようとすることは重大なミスであると、いつも私たちは肝に銘じています。なぜなら、知らずに理論が事実を見極めるのではなくて、理論を見極める事実を誰かが絞り出してくれているものだからです。今から紹介する人々や場所は、事実の収集に我々を助けてくれる情報提供者、または情報提供所です。ではヘンリー・エリス氏はロンドンタイムズの海外ニュース記者である。ヨーロッパで何が起こっているかという情報の莫大な貯蔵庫で、また犯罪記事にもえらく興味を示していて、できる限り私の手助けをしてくれます。でも気をつけないと次の日のタイムズのネタになっているなんてことになりかねないのです。なんてくだらん、馬鹿げたことだ。君を朝っぱらから興奮させるなんて、そんなにすごい記事なのかい？そうなんだよ。タイムズともあろうものが迷信をかき立てるなんて無責任な話だ。ああ、ミイラの呪いのことを言ってるんだね。町中がこのことで大騒ぎだよ。
3人が死んで、その犯人が4000年前のミイラだって言うんだから。ホームズ、君は何も関心がないのかい。ワトソン君、僕はすでにいくつかの疑問点を挙げてみたよ。僕は犯人がそんな老いぼれだなんて信じちゃいないよ。悪いけれども、君はこの事件を解決する前に手がかりをもっと知るべきである。